香川誠寮中学校、高等学校は、香川県高松市木梨調査寮に所在する、私立中学校、高等学校。学校法人、人生学園が、全通寺市において運営していた、人生中学校と香川短期、大学付属女子高等学校を解消、移転したものである。ただし、これは、学校の新規設置が難しかったために行われた措置であり、 実際には新規設置に等しい。高校は2018年に創立20周年を迎えた。香川県の県木であり、平和の象徴であるオリーブの葉と、国際人としての英知、感性、行動力を培うという意味での地球が描かれている。3番までの構成であり、各番の最後には幸訓である、愛嬌を誠にちなみ、愛は三つ、高市鶴、誠ありとある。 香川誠寮同窓会と懇親会がある。どちらも誠寮祭に合わせて開催される。大学進学を目指すため生徒が多いため、授業数が多い。平日は中学高校とも1年次から7次元の授業日があり、毎週土曜日も短縮授業ではあるが4次元までの授業がある。夏休みは香川県下の他の公立中学校、高校と比べて短く。 冬休みや春休みは若干他より長い程度である。音楽や美術といった芸術や技術、家庭科の授業数は必要最小限で、英語、数学など主要科目は多く重当されている。部活動よりも勉学に重きを置いているため、平日の活動時間は1から2時間程度である。毎年4月下旬頃に行われる。中学1年から高校3年まで縦割りで赤、白。 青の三組に分けて行う。この三色はそれぞれ幸君の愛、高志、誠となっている。体育祭では、エッサッサ、誠両相乱、フォークダンス、誠両スプリンターの四つが伝統的に行われている。エッサッサは、高二世以下の男子の勇士が、誠両相乱は、高二世以下の女子の勇士が行う。フォークダンスは、高三世のみである。マコトリスプリンターについては、 身体力テストで定められている50メートル層の男女各10位以内に入っている生徒のみの参加となる。同体無所持者が多い場合は予選が行われる。男子のみで行われるエッサ,ッサとは日本体育大学で伝統的に行われている応援スタイルのことである。高校3年生については学年全員でのフォークダンスが行われる。毎年9月の中旬に行われる。 生徒会本部と文会委員会で運営されている。各クラスで展示品を制作したり、メインアリーナでは生徒による演劇や吹奏楽部と音楽選択者による合唱が模様される。誠良祭終了時には出し物の最優秀賞が選ばれ表彰される。毎年11月中旬頃に中学生だけで行われる。非公開行事でレクザムホールにて、 保護者のみを招いて行っている。毎年12月に行われる。単育委員会によって運営されている。各クラスがチームとなって、毎年競技を変えて行っている。なお競技は生徒による投票で決まる。約3万平方メートル。設計は、イヤを竹た,た設計。延べ床面積は、約1万5千平方メートル。地上4階。RC 構造。冷暖房完備。 傾斜地に位置するため4階建ての部分は少ない。普通教室のほか、大講義室、音楽室、美術室、科学実験室、物理実験室、生物実験室、会議室、視聴覚室、多目的室、コンピューター室、予備室、自習室、図書室、生徒会室、保健室、食堂、カフェスペース、体育館、武道館などがある。 株式会社中央が運営している。生徒は、整理カードと呼ばれる磁気ストライプ式カードを用い、代金は学費などと一緒に引き落とされる。現金で使用できる自動販売機も設置されている。五式料という量を併設する。途中入寮大量ともに可能である。生徒の多くは、県内の通学生である。約1万平方メートルで、テニスコートが2面併設されている。 なおテニスコート裏には今岡古墳がある。ありがとうございます。